はい、どうも皆さんこんにちは、オチです。本日なんですけれども、イタリア・ローマにあるフェルミチーノ国際空港に来ております。でこれからですね、イタリア・ローマを出発いたしまして、次なる目的地であるエジプトのカイロに向かいたいと思います。カイロにはですね、こちらの12時40分発の、カイロ行き ITA イタウェイズを使っていきます。ターミナルバーンのチェックインカウンターは11から20ですね。はい、もうチェックインカウンターはオープンしているようなので、まあ、ちょっと向かっていきたいというふうに思います。はい、今回初めてね、ITA イタウェイズを使うことになっております。また、これね、世界一周航空券をワンワールドの方で取ってるんですね。なのでこれはスカイチームの方なので、残念ながらですね、プライオリティは使うことができません。はい、なのでこれからですね、まあ普通にエコノミークラスの方で並んでいきたいというふうに思います。ベッド航空券もですね、購入いたしました。はい、通り過ぎましたね。はい、ということで戻りまして、今からチェックインカウンターに並びます。だいたい現地着くのは4時55分になっておりますので、まあ現地着いたらもう夕方で、ホテル移動したら夜という感じになっております。まあね、フライトの様子と、まあ、ホテル着くまでの様子をね、お届けできたらいいかなというふうに思いますので、ぜひ見ていただければなというふうに思います。それではチェックインカウンター並びます。はい、チェックインカウンターやってまいりました。こちらですね。じゃあ早速並んでいきますけれども、どうですか、結構もう人並んでますね。これを考えると、ワンワールドで毎回プライオリティレーンを使わせていただいたのは本当にいいなっていうふうに思いますね。並ばなくてもいいっていうことで、まあ、ただね、さっきプライオリティレーンを見てきたんですけど、プライオリティレーンも並んでたんですよ。なので結局っていう感じはありますね。しかもおそらくここのローマの空港が本拠地なんで、なんか行き先ごとにカウンターを分けるんじゃなくて、この本拠地だとこの航空会社はここみたいな感じで使ってるので、結構多くの方がね、利用するのかなっていうふうに思いますね。はい、なので、まあ、これしばらく待ちたいというふうに思います。はい、というわけでもうすぐですね、チェックインのところになります。ということでチェックインをしていきます。はい、ということでこれから行きます。ハロー signori andate avanti quanti uno。無事にチェックインを済ますことができたんですけど、荷物レーンがですね、固まっちゃってるみたいで、他の場所に持って行ってくれということでした。なので今、そのところに向かっております。はい、こちらですね。では荷物を預けます。はい、荷物を預けることができましたので、これからですね、保安検査セキュリティチェックに並ぼうかなというふうに思います。ただここで水を捨てないといけなくなるので、今持っている水を全てですね、飲みたいというふうに思いますけれども、一回も開けてない水なんですよね。もったいない、もったいないけどしょうがない。まだ時間はあるので、ちょっと飲んでから行きますか。うん、そうしましょう。はい、じゃあちょっと席が空いているので座ります。はい、まだですね、ゲートが確定していないようで、 E っていうところにとりあえず行ってくれって言われましたね。はい、なのでもうちょっと時間を待ちたいというふうに思います。はい、こんな感じです。結構人も増えてきましたね。でこちらがセキュリティチェックのゾーンになります。はい、というわけでちょっとここで休憩します。はい、これからセキュリティチェックに向かいます。はい、かなり人も混んできましたので、余裕を持っていきたいというふうに思います。はい、はい、セキュリティチェックを通過いたしました。それでね、ゲート自体は11時35分に、はい、
表示されるようで、まだまだですね、本当ギリギリな感じでございます。で、ゲートのエリアって言ったらいいんですか、エリア自体は E っていうエリアになりますので、その E っていう方向に向かっていきたいというふうに思います。で、それまでの間もセキュリティチェック終わった瞬間にですね、このようにもう免税店がねありますね、ということで、ちょっとお腹も空いてますので、何かしらちょっと食べようかなというふうに思います。じゃあ行きます。はい、こんな感じです、はい、その方向に向かって歩いていきます。はい、めちゃめちゃですね、パスポートコントロール混んでますね。はい、これ並んでいきたいというふうに思います。ちょっと映せないんですけどね、顔しか。はい、こんな感じでございます。はい、無事にイタリアを出国することができました。はい、ゲートのね案内があるまではこちらにて、免税店等々で時間を過ごしていきたいというふうに思います。かなりの人がいらっしゃいますね。はい、じゃあとりあえずなんかパンとかね、クロワッサンとか食べたいなっていうふうに思いますので移動します。田舎めちゃめちゃ広いですね。後ろもこんな感じです。で、今はね2回向いて上がっております。あ、でもすごい人だな。はい、こんな感じです。2階めちゃめちゃ人がいます。パン屋さんです。並んでます。すごい人の量ですね。はい、こちらラーメン屋さん、日本のお店ですね。でも高い、ほら2000円もします。他にも何かあるか見てこようかな、うん、はい、30分ぐらい並んでですね、こちらを買いました。はい、なんですけど全然ね席が空いてないけど、ちょうど空きましたね、よかった。ということでこちらの座席にいてね、朝ごはんを食べたいというふうに思います。めちゃめちゃ人が多くてですね、もう席も取り合いですね。もう今偶然空きました、よかった。ほい、ということで周りの雰囲気はですねこんな感じになります。そこのお店でね買いました。はい、ということでよいしょ、じゃあいただきます。11時35分になりましてですね、ボーディングするゲートが分かりました。 E の08というゲートです。これからですねそのゲートに向かってちょっと歩いていきたいというふうに思います。朝一のねラッシュの時間帯からはまあだいぶ過ぎたので、人はね減ったと思います。ただそれでもやっぱりローマというかイタリアで一番の空港ということだけあって、かなりね人は多いですね。はい、ということでこれから向かってまいります。はい、ゲート前にやってまいりました。 E の8ですね、カイロ行きでございます。かなり人もたくさんいますね。はい、今回はまあ最初にも言った通り、別で飛行機取ったのでプライオリティは使えないという形ですね。まあなんですけど、まあ通路側座席で移動はしやすいかなと思いますので、まあ帰るまでのフライトは楽しんでいこうというふうに思います。ということでもうしばらくね、はい、待ちたいと思います。ボーディングが案内がありまして、今からですね、まあ、最後のチェックをした後に、はい、バスにね乗って飛行機まで行くみたいですね。はい、で、まあ、相変わらず列があるんですけど、列はあるだけでみんな飛ばしていくので、負けないように皆さんもね行ってくださいね。はい、
で、先ほど案内があって、もともと E の8ゲートだったんですけど、E の6ゲートに、はい、なりました。その案内もね、イタリア語と英語だったので、まあ、英語の方をしっかり聞き取ってっていう感じですね、皆さんも。はい、日本の空港だとね、日本語で案内あるんですけど、海外だとないので、皆さん注意をしてください。はい、E の6、カイロ行きですね。じゃあ乗り込んでいきます。というわけでこちらのバスに乗り込みます。はい、乗り込みましたですね。ちょっと座りましょうか。はい、ということで左に見えてますのはイタベイスの A330 ですね、あれは。はい、じゃあ飛行機までもうしばらくです。はい、今回私が乗るのはエアバス320のネオでございますね。では早速乗り込んでいきましょう。はい、こちらからですね。まあ、日本の航空会社もね入れてますので、今回は30の C でございます。かなり後ろだと思います。今回30の C でございます。こちらの座席ですね。はい、はい、今回の座席は左側のね、通路側座席になりますね。で、アメニティが特になく、エアバス320ですね。足元ね、結構広いですよ、ほら。めちゃめちゃ広かった。まあでもモニターはないのでね、そこはあれですけど。ということで、フライト3時間ほどですが、行きたいと思います。安全の、ね、デモンストレーションも終わって動き始めました。もう搭乗率9割超えぐらいのめちゃめちゃ多いですね。で飛び立ちますけれども、窓側だったら見せれるんですけど見せれないので、はい、またあの機内サービスがね来たらお届けしようかなというふうに思います。はい、それではというわけで機内食がやってまいりました。こちらになります。これね、ハンバーガーですね。なんかスナックみたいな感じで、お野菜ですね。で、これがクラッカーで、ストロベリーのミルクかな、ラッシー、なんだろう、わかんないです。これもね、なんだろう、これはこれ食べるのかな、全然食べ方わかんないですね。で、イタベイズって書いてます。でしばらくするとですね、飲み物もねやってきますね。ということでいただきます。オレンジジュースもらいます。こんな感じですね。はい、特にアメニティもですねない、そんな感じです。はい、まあ、ペーパーぐらいですかね。というわけで、はい、出ていきます。はい、逆光ですけど今ですね飛行機に到着しまして空港にいます。今降りたばかりで、降りたところでねこれを書くようにと、はい、指示がありましたので今から書きたいというふうに思います。ということで一旦切ります。しましてですね、これから入国審査になりますけれども、まずはですね、パスビザをね購入しないといけないですね。はい、でちょっとビザを購入しに行きます。どこで買えるんでしょうか。
ちは。ここで、あそこで買えるのか。か、ナショナルバンクオブエジプト。これが何やろう。銀行ですね。エントリービザ、あ、ビザって書いてますね。ビザ、ここかな。キャッシュオンリー。エントリービザ by 25ユーロですね。と買いたいと思います。こちらですね。はい、キャッシュがない方はおそらくもう一個の方のやつで行かないと無理なやつですね。はい、とりあえず買いましょう。じゃあちょっと切ります。はい、無事にですね、ビザを取得することができました。もう一瞬でしたね。まあ、並ぶのは時間かかるんですけど、ビザくれって言ったらもう3秒で終わりました。はい、で紙みたいなのがねもらえます。はい、こんなやつですね。表はちょっと見せていいのかわからないんでやめときますけど、でこんなゲートみたいなのありますね。で今から入国審査になります。で全然入国の審査官いなくてですね、もう全然進まないですねこれ。はい、ということで、まあ、しばらく待ってみようかなっていうふうに思います。はい、入国審査も終わりまして、荷物も受け取りました。入国審査はですね、ほぼ何も聞かれなかったですね。パスポート渡してビザ貼ってはいって言われましたね。はい、まあそんな入国でした。これから、空港の外に出まして、タクシーのうんちゃんと合流したいというふうに思います。じゃあちょっと出ますね。はい、税関も抜けてやってきました。はい、というわけで本日の動画なんですけど、こちらにて以上になります。ということでホテル滞在編と、現地の様子はですね、また、次回以降お届けできたらなというふうに思います。ということで本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。それでは回路行ってきます。